こんにちは、サラです。はい、今日の動画はちょっとお話動画というか、皆さんといろいろあるあるを共有したいなと思って撮ってるんですけど、まあ内容なんですけど、私 の YouTube 見てくださってる方って脱毛症の方でいらっしゃると思うんですね。で、その中にはこの自分の脱毛症を受け入れられなくて、ちょっと辛い思いしてる方、苦しい思いしてる方だとか、ちょっとなんか精神的に苦しい思いをしてしまってる方って少なからずいるかと思うんですね。私も脱毛症になって10年になるまではすごい、この10年間精神状態全然安定してなかったし、なんかいろいろ大変な思いをしたんですけど、その気持ちがすごくあったので、この動画で脱毛症のあるあるをお話しして、脱毛症っていう病気を少しでもポジティブに捉えて、動画を見て、あ、こういうの分かる、あ、脱毛症あるあるだよねみたいな感じで、少しでもですね、共感していただいて、自分一人じゃないんだよっていうこの孤独感をですね、なくしてほしいなと思って、ちょっと考えました。いくつかね、私自分で考えたり、コメントだとかでいただく意見をちょっと参考にしたりして、いくつか絞ってきたので、じゃあ早速、一番目話していきたいと思います。はい。たまになんですけど、私だけかもわかんないけど、お風呂上がりとかドライヤーとかした後に、なんか髪の毛増えてる感じするなーっていうなんか本当は増えてないかもしれないんだけど、増えてるんじゃないかなって錯覚してしまう時がよくあります。私だけかもしれないけどそして次、最初は私も脱毛症になって、もう地肌が見えるのが嫌で、すごい必死に隠してて、なんかもう地肌見えるのがもうすごい嫌って思ってたんですけど、なんかだんだんもう12年目とかになってしまうと、私はなんかもうだんだんですね、頭皮がすごい可愛く見えてくるんですね。この髪の毛が薄くて見えてしまってる頭皮がなんか可愛く見えてきて、なんか今日も生きてるねみたいな感じで鏡見ながら思ったりすることがあります。はい、そして次、これは結構全身脱毛症の方というよりかは、私みたいに薄毛タイプの脱毛症の方は結構分かってくれるんじゃないかなと思うんですけど、前から見て、例えば人と話しするときとか、前から見たときに自分のハゲポイントが見えないような角度をこうやって鏡見ながら研究しません？私めっちゃしてたんですよ、学生の頃とかは。やっぱり友達と話すときとか、私はこっちが薄いから、なんか、あ、ちょっとこうしたら、あ、見えないなみたいな感じだったんですけど、結局私身長ちっちゃいので152センチで、結構周りの友達身長高かったので、あんまり意味なかったのかなっては思うんですけど、そういう角度をちょっと研究してました、よく。はい、そしてこれはもうすごい共感してくださる方いるんじゃないかと思います。写真写りがめちゃくちゃ気になって、写真が苦手になる。これは私は今はまあウィッグつけて、少しでもね、自分のウィッグつけた状態の姿に自信を持てるようになったので、今は別に気にならないんですけど、やっぱりこのウィッグに出会うまでの期間が、私は10年11年ぐらいかかっちゃったので、結構この写真がすごい苦手でしたね。やっぱり写真って現実なわけだから、これが何かデータとして残ってしまう、他の人に見られたりとか、だから卒業写アルバムとか、なんか集合写真とか、とっても苦手でした。今でも、なんか私と同じ学生時代を歩んできた人は、今でもこの私の薄毛写真を持ってるって考えると、すごい嫌だったんですけど、まあ今はこうやってみんなに、公表してるので、特に何も思ってないかな、今は。大丈夫です。はい、次。まあこれは最近ショート動画にも出したんですけど、シャンプーそんなに使わないから減りがすごい遅い。財布に優しいし、シャンプー頻繁に買いに行かなくていいので、これはすごいなんか助かってます、自分の私的には。はいはい、次はドライヤーですね。マジですぐに乾くっていう電気代の節約ですね。もうなんて地球に優しいんでしょう、私たちって。シャンプーもそんな使わないし、電気代も軽くで済むっていう、安くで済むっていうね。はい、そして次、これは部分ウィッグつけてる方もフルウィッグつけてる方も共感してくださるのではないかなと思うんですけど、
私の場合毎日ウィッグをつけてるから、あのウィッグかぶるのがマジで秒で終わるっていうね、これは結構あの一般の方には味わえないような感覚なのかなって思います。はいはい、次はですね、ちょっとコンビニ行ったりとか、なんか郵便物受け取ったりとかするときのニット帽の落差。これ本当にニット帽めっちゃ楽。私ゴミ出しに行くときも、コンビニ行くときも、ちょっとお散歩行ったりするときとか、郵便物受け取るときとか、絶対ニット帽かぶるんですよ。なんかウィッグはセットもしないといけないし、まあピン止め止めたりだとかして、まあつけて外すっていう作業で結構、だから帽子よりかは手間がかかってしまうので、ニット帽がすごい楽ですね。しかもなんかニット帽って別に不自然じゃないじゃないですか。普通にみんなおしゃれで着たりって言わないよね。沖縄の人だけだよね、洋服着る、ズボン着るとかいうのは。なんだっけ、あ、ニット帽をかぶったりするのは、本当にすごい楽です。はい、次、これは脱毛症の治療で治療薬を飲んでる方に結構あるあるじゃないかなと思ってるんですけど、私結構錠剤飲むのめっちゃ苦手だったんですよ。なんか喉に引っかかってうまく飲み込めなくて、なんかうえってなっちゃうことが多かったんですけど、もうなんだろう、昔からずっと錠剤飲み続けてて、もう全然錠剤がすごい平気になりました。もう今じゃ6錠一気に飲むとかも全然平気になってきてて、なんかこれはすごい成長したなっていう感じ。これは良かったポイントかなって思います。はい、次、これは皆さん結構わかるんじゃないですかね。人のつむじをめっちゃ見てしまう。なんかどんなつむじなのか、やっぱ自分のつむじってなんか一般的に自然っていうのが当てにならないじゃないですか。私のつむじも薄いし髪の毛がないから当てにならないんですけど、やっぱウィッグかぶるってなった時にどんなつむじの方が自然なのかっていう研究をしがち、自然と、なんか、無意識に。で、そうすると、どういうウィッグが、本物の人間の頭皮に近いような感じなのかっていうのも見分けられる目がすごいつきました、私は。最初の頃結構ウィッグ選ぶのを失敗してたんですけど、最近ほとんど失敗はないですね。これは、そうですね、結構皆さん共感してくださるかなと思います。次、これはね、私衛生士してた時、歯科衛生士してた時とか、街中歩いてる方たちを見てすぐ気づくんですけど、ウィッグつけてる方本当に気づきます。だけど本当に気づいてない方もいるかもしれないです。なんか私が例えば100人とすれ違って5人ウィッグの人いたって言っても、本当はもっといるかもしれないじゃないですか。でもやっぱり人より脱毛症の方とかウィッグ被ってる方っていうのは、なんか周りの人の頭を見てしまうから、その時にあ、この人ウィッグなのかなみたいな感じで人よりすごい見てしまうので気づくっていうことですね。まあ私は別になんか自分と同じような病気の方で脱毛症の方でウィッグ被ってる方にウィッグって気づかれても全然平気な人なので、はい、私は別にそこは悪いことではないかな、恥ずかしがるところではないかなみたいな、逆になんか見つけることによって嬉しくなっちゃう、私だけじゃないね、やっぱいるんだみたいな、なんか周りにやっぱ脱毛症の子がずっといなかったので、やっぱいるんだよかったっていう安心できるようにはなります。だけど正直男性は分かりません。男性は本当に分からないです。男性は分からないけど、女性の方だったらまあ何名かは気づいたことあるかな。やっぱ人より頭を見てしまうので。はい、次、普段ですね、私通販、私元気ウィークさんだったりだとか、ピンケージさん、ブライトララさんで結構ウィークを購入するんですけど、たまにね、なんか大型スーパーとか行った時に、ウィーク屋さんってあるじゃないですか。この、例えば、まあ、いろんな、まあ、大手のウィークさん、ウィーク会社があると思うんですけど、チラッと入るんですね。私入ることに全然抵抗ないので、じゃあ入った時に値段見てめっちゃびっくりします。なんか自分が使ってるウィッグと同じクオリティのウィッグなのに、なんかこっちは1万6000円だったのに、これ5万円するんだみたいな。5万円だったらちょっと待ってみたいな。私元気ウィッグさんのサイトを見て、え、5万円だったら、え、これ2個買えんじゃん、3個買えんじゃんみたいなことがよくあって、やっぱり通販ってなると直接送ってくださるんですけど、やっぱ大型の有名なところって従業員もいてっていう、なんかこの
人材費っていうんですか、そういうのもかかってくるから高く設定されてるのか、ブランド名がついてるから高く設定されてるのか、なんか保証とかが充実してるから値段がついてるのか、ちょっとそこまでは詳しくはわからないんですけど、私はもう大型スーパーに入ってるウィッグの値段を見てしまうと本当に高すぎて失神してしまう。高い、買えない、消耗品なのにって思っちゃうので、はい、これは結構いつもびっくりします。はい、次、これは何度かチラチラ動画で言ってるんですけど、ウィッグが保険で買えるようにならないかなって誰もが一度は思うかなって思います。やっぱウィッグって安いものではないじゃないですか。こんな数千円で買えるとか千二千円だって買えるとか、なんか800円で買えるっていうものではないので、やっぱりどうしても1万円以上はかかってきてしまうので、これしかもウィッグって消耗品じゃないですか。一度買ったからといって一生使えるわけではない。まあケアの仕方によったら使える方もいるかもしれないんですけど、まあ、ほとんどの場合はやっぱり消耗品、何年に一度は買い替えるとか、何ヶ月に一度は買い替えるとか、そんな感じなので、やっぱりなんだろう、おしゃれでウィッグをかぶるおしゃれウィッグではなくて、医療用ウィッグ、せめて医療用ウィッグだけは保険で変えたらいいなって思います。そうすると、なんだろう、やっぱり脱毛症、私は小学校5年生からだったから、高校生のバイトでもちょっと高いって思っちゃうくらいのウィッグの値段なので、保険適用にして安くなることで、なんだろう、みんな抵抗なくウィッグを試したり買ってみたりできるのかなって思って、ちょっとこれはすごい思いますね、私は。はい、しかもやっぱりなんだろう、ウィッグかぶることによって私すごい自信がついたので、外に出るのも楽しくなったし、人と会うのも話すのも楽しくなったし、なんだろう、はい、そういう面ではやっぱり保険で買えるようになったら、いつかはね、今は難しいかもしれないですけど、今後、まあ、私が50代60代になった時ぐらいには保険で買えるようになったらなって思います。やっぱり女性も男性もそうですけど、やっぱり髪の毛あるに越したことはないとは思ってるんですけど、まあその中でやっぱり脱毛症っていう病気と向き合っていく中で、どんだけ自分のことを受け入れてポジティブに楽しく生きれるかっていうのってすごい私の中で重要だと思ってるので、なんかこういう面で、もうちょっとなんかね、保険適用になったら買いやすいから生きやすくなるんじゃないかな、生活しやすくなるんじゃないかなっていうのはちょっと思っちゃったりしております。分かんない、私だけかもしれない、そう思ったことがあるのは。はい、そういう感じです。結構ねウィッグ使ってる方だったら分かるかと思うんですけど、やっぱり高くないので、多少やっぱね簡単に手を出せるような金額ではないので、はい、これは結構思うのかな、思う方いらっしゃるのかなっていう感じはします。はい、じゃあね、今ね出したの何個、 14個ですね。あるあるを言ったんですけど、何か一つでもね共感してくださったら嬉しいです。はい、まあこんな感じでね、ちょくちょく、まあ、日常生活している中でこういうあるあるを見つけたらすぐメモるように習慣づけてるので、あとはですね、コメント欄とかでも結構皆さん交流してほしいです。こういうことわかるとか、こういうことあるよねみたいな感じで、その中で皆さんが反応していく。そうすることによって、なんか私と見てる方だけのつながりじゃなくて、視聴者さんも一緒につながってほしくて、この孤独感をなくしたいっていうのを、ちょっと私の目標としているところなので、もうどんどんコメントして、皆さんどんどん関わってください。いろんな方と。はい。そんな感じでね、やっぱり私の動画見てくださってる方、すごい心が綺麗な方、たくさんいるかと思うので、人の痛みが分かったりだとか、そういう方っていっぱいいると思うので、もうそういう方だと思うので、全員。なので、そういう変なコメントとかはしないで、やっぱり、なんだろう、思いやりを持って相手のことを考えて、まあ顔も見えない相手かもしれないんですけど、そういう面でもちゃんと人間最低限のマナーとそういうものはちょっとしっかり守っていただいて、交流する場になったらいいなと思っております。まあそういうのもね、今後考えていきたいな、なんか、なんだろ
オンラインで脱毛症の方と交流するとかそんな感じでもいいのかなっていう思ってるので、いろいろ企画しておりますので、ちょっと楽しみに待っててください。はい、じゃあちょっと今日の動画ちょっとだけ長くなっちゃったんですけど、最後まで見てくれてありがとうございました。またこういう動画定期的に撮りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。